えっと、アテネというのはです、ねあの、これはアテネじゃないんですねあの。ギリシャの都市のアテネではなくて、アテネという、えー、男性名詞があります。でこれはあの今言いましたけれども、えっと、フランス語の、あごめんなさい、えー、ギリシャの都市のアテネは、アテンヌというふうに言いますので、えー、ギリシャの都市の名前ではないですね。だからフランスのアテネ では全然意味が通じないんですけれどもフランス語のじゃあアテネというのは一体何かということなんですけれどももちろんあのアテネとは当然関係がありまして、えっと、ロワイヤル普通は中時点によると、まあ、アテナの神殿それから、えー、学童というのがあって要するに学ぶための、まあ、校舎ということですね。で僕もあのここで、えー、勉強し始めましたが僕の先生からは、えー、アテネというのは日本語で訳すと寺子屋だというふうに、えー、教わりました。 まあ要するにいわゆる学校、正規の学校制度ではなくて、えー、寺子屋のような形でみんなに開かれた学びの場所だというふうにえっと翻訳を教わりました。で、えー、もう少し続けますが、ロワイヤル普通は中辞典によるとよ、3つ目の意味がベルギーの中学校をアテネ,アテネというふうに言うそうです。から4つ目がちゃんとありまして、4つ目はちゃんとアテネフランスで東京にあるフランス語学校というふうにちゃんと辞書に書いてあります。 すごい、えっと、本当に、あの、由緒のある、学校で、ここでも、僕も学ばせていただいて。あの、本当に、今の自分の人生があるのも、アテネのお金だ <laughs> お、アテネのお金じゃない、アテネの、おか、<laughs> アテネのおかげだと思っております。で、まあ、今も言いましたが、やはり、僕が、えっと、あれ、ごめんなさい。あれ、すみません、ちょっと、方向が逆になるので、難しい。 今言ったことの繰り返しですけれども、アテネフランスで勉強するというのは、普通の大学とか、いわゆる義務教育とか、そうした制度ではなくって、いわゆる国民教育ではなくってですね、誰もが自由に勉強したいと思えば、16歳以上の人であれば、誰でも勉強ができるという場所です。僕も当時は大学生でしたけれども、大学では勉強しなかったんですが、アテネフランスに来て、フランス語を勉強し始めました。